はい、こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドワです。今回はこのアンダーテールというゲームをプレイしていきたいと思います。レトロライクなね RPG とのことで前おすすめされたゲームなんですが、とても優しいというかね、敵キャラクターを倒さなくても進めることができるというRPG とのことなので、かなり期待をしているのですが、早速プレイしていきたいと思います。前ねおすすめをしてくれた方、ちょっと遅くなってしまいましたが、早速プレイしていきたいと思います。今回、Xbox360 のコントロールを使用してプレイするよ。そして音量が高すぎたり低すぎたりしてしまった場合はコメントをいただければ随時修正させていただきます。動画をだいたい取りためしてねプレイしているので、ちょっと修正が時間がかかってしまう場合があるのでご了承ください。ということでプレイしていこう。早速 HP が0になるとあなたの負けと出ているが、どういうことだ、まあ、それはそうだろうけど、さてと、ここはホビドアと入れておこう。無難に進めていくんだ。ここはあ、やばい、一文字間違えたぞ。早速こちらのオープニング画面で戸惑っている私です。オビドは久しぶりだな、こういうの。あ、ダメなのか、くそ、これ以上無理なのか。ホビでいきましょう。この名前でいいですか、でかいよ。はい、ホビなんですよ。結構ねインディーズのゲームなんだけど、かなり有名なゲームとのことなんだけど、あ、早速さっきの主人公が落ちたところからのスタートか。OK。こちらでいいんだな。マザーを思い出すよね、レトロなタイプのゲームで言うと。扉があるな。しかし、モンスターが封印された山に来たわけなんだけど、大丈夫なのか、主人公。いや、僕らフロウィー。お花のフロウィーさ。ふむふむ。君は地下世界の死にだね。見たところ、すごく困っているみたいだね。ここでの過ごし方を誰かに教われなきゃ。ここでは僕が先輩だから教えてあげるよ。準備はいい？行くよ。サンキュー。何これ、そのハートが見える？それが君のソウル。君の心や体の現れさ。あ、動かせますね。レベル1、そして HP が現れてる。君のソウルはまだ弱いけど、レベルを上げるとどんどん強くなっていくよ。レベルってどういう意味かって、もちろんラブのことさ。絶対違う。ラブが欲しいよね。心配しないで、僕が少しだけ君に分けてあげるよ。ここからラブを落としてあげるからね。小さくて白い友情のかけらとしてね。準備はいいかい？さあ動いて、できるだけたくさん集めてね。了解。ダメージ入ってるね。おい、花バーカ、この世界はな、やるかやられるかなんだよ。こんな美味しいかも誰が見逃すってんだい。ホーリーシット、死ね。お待て、避けられへんで。ああ大丈夫だった。やはりチュートリアルだから大丈夫なのか？ざまあ。どういうことだ？おほ。牛の司祭？なんて美しい魔物なんでしょう。罪のないか弱い子供を傷つけるなんて。ああ、怖がらなくていいのよ、坊や。私はトリエル。このルインズの管理をしているの。トリエルっていう方はタウラス？やっぱり。毎日こうやって誰か落ちてきてないかって確認しに来てるのよ。ここにあなたのような人間を落ちてくるのはとても久しぶりよ。ついてきて。地下を案内するわ。まさか穴に落としたりしませんよね。こっちよ。あ、了解です。よろしくお願いします。ちなみに私が動かしてましたよ、キャラクター。大丈夫？なんか変なことするんじゃないの？遺跡の壁ぼんやりと現れ、あなたは決意で満たされた。HP が全回復した。セーブをする。空っぽ。入り口、褒美、ルインズ。プレイ時間も表示されている。いいね、こういうドット絵。新しい栄養こそ我が子よ。ルインの歩き方を教えてあげるわ。了解。これ覚えておかないとやばい感じ。ルインにはパズルがたくさんあるの。昔ながらの気晴らしと鍵の合わせ技ね。部屋を進むにはパズルを解かないといけないの。よく見て慣れていってね。了解した。今こうやったよな。こうやったんだよな。今恐れを知らない者だけが進める。賢い者も愚かな者もどちらも中道は歩かない。ここを進んでいくにはいくつかスイッチを押すのよ。心配しないで、私がスイッチに印をつけておいたわ。ありがとう。Z を押して看板を読もう。ごめん、コントローラーでやってるから Z じゃなくて B なんだ。道の上を通るべし。間違いない。
賢者だ。あそこに書いたやつは間違いなく印めっちゃついてる。このスイッチを押してね。トリエ、了解。これか。このスイッチも押してね。トリエ、了解した。よくできました。お利口さんね。我が子よ。さあ次の部屋行きましょうか。これを押したらどうなるんだろう。スイッチは動きもしない。あ、了解。モンスターたちは人間を見つけると襲ってくることもあるわ。その時のために準備をしておかないとね。でも心配しないで。やり方は簡単よ。モンスターに遭遇すると戦闘が始まるの。戦闘が始まったら仲良くお話しすればいいのよ。時間を稼いでくれたら私が追加するわ。このダミーで練習してみましょうか。やはり倒さなくてもいいんだね、この策は。私は殺戮上等な人なので、なのですが可能な限りね、敵には優しくしていきたいと思います。ネタじゃないよ、ネタじゃないよ、本当にね。今回はダミーと遭遇した。アクト、ファイト、アクトでダミー、アクトでなんかするってことだね。アイテム、メルシー、慈悲だよね。見逃す、逃げる、アクト、ダミー、喋る、話す。あなたはダミーに話しかけた。ダミー何も言えない、ちぐはぐな会話だ。トリはあなたを見て喜んでいる。あなたは勝利した。ゼロエクスピとゼロゴールドを得た。なるほど、わあ、いいわね。よくできました。なるほど、こんな感じで時間を稼いでこの人に仲介してもらえばいいのか。パズルはもう一つあるわ。解けるかしら。とりあえずここら辺気になるんだけど、トリエル、それパズル、パズルって何。トリエル、俺パズル苦手なんだよ。トリエル、な先頭出た、先頭出た。フロッギーが襲ってきた。フロッギー、調べる。オステージを言う。フロッギーは言葉の意味を理解できなかった。だからそれでもオステージに照れている。なんていいやつらなんだ。ごめんよフロッギー。じゃあね、あとでな。あなた勝利した。 0XP と0ゴールドを得た。これ経験値入んないの、仲介すると。何、倒さないとダメ。やばい、倒さないと。西の部屋は東の部屋の設計図を書いている。ふむふむ、ここら辺なんか書いてあるってこと。はいはい、行こうか。ほうほう、とりあえず何それ。これもパズルね。だけどさあ、少しの間私の手を襲っていってね、持っていってね。あー、これは難しいわ。これ思い出せるかな。後々通るんだろう多分。これは今のあなたには少し危険すぎるわ。だね、 HP が多くなったらあそこを通ってちょっとダメージ受けても大丈夫ってことだよね。ここまで本当によくやってきたわ、我が子よ。けれどちょっと辛いことをしないといけないの。この部屋は一人で住んでほしいの。許してね。なんていい人なんだ。了解した、大丈夫だ。俺ならいけるはずだ。俺ならいけるはずないんだ。えっ、なんか BGM がやばいんだけど大丈夫かな。これドアがないね。 OK、 素晴らしい音楽だ。長この通路長。何、途中で敵に1回は遭遇するようにできてるとか。柱隠れてる感じ。やっぱり心配しないで我が子よ。大丈夫、そばにいたわ。私ただこの柱の後ろにいただけよ。私を信じてくれてありがとう。でもね、このお稽古には大きな意味があるの。あなたが一人でいられるかどうかテストするためよ。私は今から用事があるの。だからあなたは待ってないといけないわ。こう言ってちょうだい。一人で探索するのは危険だわ。そうだ、携帯電話を渡してあげましょう。携帯電話あるの、この世界。もし何かあったらいつでも電話してね。いい子にしてるのよ。わかった。これはあれですよね。全力でここら辺からどっか行けばいいってことだよね。待って。携帯電話どうやって使うの？これだよね。あ、持ち物出ないだけ。挨拶する。ママと呼ぶ。クトクってなんだ。自己紹介。ダイヤル中。トリエルです。私のことをもっと知りたいの？あんまりそういうことはないけれど。私はただの心配性のおばさんよ、母ちゃん。ママと呼ぶ。トリエルです。え？あなたは今私のママと呼んだの？あらあら、それではあなたを満足するの？母ちゃん。なんかちょっと違うな、挨拶する。こんにちは、満足したかしら。状態。AT はアタック、エクスペリエンス、ディフェンス、棒切れ、武器、防具、絆創膏。もう通常だよね。棒切れ持ってるってことがすごいよね。どうするの？俺ここで待てないぞ、多分。フロッギーいるで。
リノス住んじゃって。プルル、もしもし、トリエルよ。部屋から出たりしてないわよね。その先には、まあ、まだあなたに説明しないパズがあるの。あんた一人で解こうとするのは危険よ。良い子でいるのよ。いいわね、かちゃん。どうしようかな。行くか。フロッキー、今回、ゲコ。ちょっといいかな、人間さん。モンスターとのバトルについてアドバイスがあるのだが、アクトで特定の行動を取るか、ファイトで相手を弱らせたら、相手はそれ以上バトルしたがらなくなるだろう。もしモンスターが戦いを望まなくなったら、どうか、メルシーで停戦しておくれ、ゲコ。了解した。ありがとう、カエルさん。あ、また説明になるのね。了解した。優しいようなゲームが、たださっきの花は優しくねえな。あいつは油をまいて火をつけた方がいい。あいつの周りはダメだ、この思考ではよくない。フロッキーが飛び出してきた。フロッキー、調べる、威嚇、お世辞。調べてみよう。フロッキー、アタック4、ディフェンス4。この敵にとって人生とは難題そのものであるようだ。つらい。ぴょんぴょん。あ、これで避けるんだよね、こういうの。ヘイヘイヘイブラザー。フロッキーはあちこち跳ね回っている。フロッキー、アタック、お世辞。フロッキーは言葉の意味を理解できなかったが、それでもお世辞に照れている。感慨深く、ゲコ。またお世辞でも言えばいいのだろうか。フロッキーはあなたと戦うことに抵抗感じ、見逃す。あなたは勝利した。ゼロエクスピリット2ゴールドを得た。カサカサ木の葉の上を通り、あなたは決意で満たされた。HP が全回復した。セーブ。お金は手に入ったけれど、武器が手に入らないな。武器じゃない、ごめん、経験値。お一つどうぞとかあるキャンディーを取る。いいえ、取らないことにした。これ取る？取ってみる？もうここはね、ここは全力で取ってみよう。キャンディーを取った。 C でメニューを開く。了解。落ち物、魔物の飴。詳細みたいだけど、詳細。魔物の飴 HP10 回復、間違いなくリコリス味じゃない。じゃないなんだ。バトルだ。ウィムスンが弱々しく近づいてきた。アクト、ウィムスン、調べる、脅す、慰める。最初の一言の半分もいかないうちにウィムスンは泣いて逃げ出した。あなたは勝利した。そうか、当てたか。これ倒さなくて大丈夫かな。なんか優しくできる RPG とのことで期待してたんだけど、やはり落ちるのか。大体予想はしていた。戦闘だ。ウィムスンが弱々しく近づいて、ウィムスン、試しに調べてみよう。アタック5、ディフェンス0。このモンスは気が弱くて戦えない。お願い、許して。もちろんだよ。この敵の攻撃を見逃す。あなたは勝利した。ゼロエクスピリット0ゴールドを得た。よかった。この敵の攻撃をああやって避けるのすごいいいよね。珍しい。プルルル、もしもし、トリエルよ。特に理由はないけど、あなたはシナモンとバタースコッチ、どちらが好みかしら。シナモンかな、これは。分かったわ。どうもありがとうね。クッキー焼いてんのかな。トリエル母さん。いい感じだね。挨拶、まあいいや。ゴールド2あるんだけど。もしもし、トリエルよ。バタースコッチが嫌いというわけではないわよね。あんたの好みは分かったけれど。あ、違うよ。嫌いじゃないよ。もし食卓に並んだらお花が曲がるぐらい嫌い、嫌かしら。分かったわ。それと、待っていてくれてありがとうね。ま、痛い。心が痛い。4つの灰色の岩のうちの3つが押すように推奨している。押せと言うんだろう、あの岩を。フロッギーが飛び出してきた。フロッギー、威嚇してみよう。フロッギーは言葉の意味を理解できなかったが、それでも怖がっている。ガクガク。つっつっつ、はっはっ。フロッギーはあなたと戦うことに抵抗を感じている。いけ、フロッギー、見逃してやろうじゃないか。はっと。このぐらいのパズル。できないでか。これ落ちないのもあるってこと？でもないな。あー、これが落ちない道か。落ち葉を踏まないでね。了解。こういうところを歩けるってことやね、多分。失礼しました。フロギーは飛び出してきた。待って、メルシーで見逃すすぐできないの？ぴょんぴょん。ダメだね。あれ、これ枠がちょっと小さくなった？気のせいかな。フロギーはあちこち飛び跳ねている。フロッギー、お世辞でフロッギーをなんとかしよう。これでも感慨深く、ゲコ。何だ、ああ、ダメージを初めて食らった。見逃す。行けよ、フロッギー。見逃してやろうじゃないか。これ辛いな。ちょっと道が分かんねえな。待って。
ちからこう来てのこう来て、ここに触れてしまったか。理解できたけど、理解できたけどちょっと難しいかな。やめろよお前ら、何これ。モールスモールが道を塞いだ。モールスモール、ナンパする、真似する。モールスモールと一緒に寝転んだ。世界について少しだけ深く理解したような気がする。おお、素晴らしいな、死に顔。ぬめぬめだよな、なんか来ると思ったよ。あ、やばい、これモールスモール、試案にくれている。メルシー、見逃す。あなたは勝利した。 XP0 とゴールド手に入れた。はい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 。ここで倒れたということは、ここか、ここら辺、ここら辺、 OK、 こうでいいんだよね。ああ、もうちょっと右か。 OK、 右最大値まで行こう。了解した。古典的だな、懐かしい。ここでいきなり見逃すわ。あ、できたぞ。あ、これで見逃しても経験値というかゴールドもらえないんだね。さっき1手に入ってない、こいつから。合ってる、合ってる。よいしょ、ほっと通れた。あそこでなんか読んだ方がいい、よかったっぽいんだけどな。全部押すのこれ、多分順番あるんだろうな。フロッギーとウィムスンが向かってきた。ウィムスン、ウィムスンがなんか色違うんだけど、どういうこと。フロッギー、お世辞を言おう。さあ行くんだよフロッキー。考え深い結構どうしようもないの。お前らなんでそんな途方に暮れた感じなのだ。フロッキー、あなたって過去に抵抗感じる。メルシー、あなたは勝利した。 0XP と2ゴールド手に入れた。これもうちょっと戦闘が引かせた方が経験値おいしいのか。おっと、俺を襲ってのはどこのドイツだい。ん、動いてくださいだって。しょうがないな、おちむちゃん、今回だけだぜ。サンキュー。え、もうちょっと動いてくれたって。あ、いいよ、これでどうだい。そっちじゃない。え、向きが違うって。じゃあ多分こうだろう。そうだ、サンキュー、これでいいかい。もちろんだよ、サンキュー岩さん。おいおい岩、え、じっとしてくださいだって。まったく岩使いならやつだな。最初から頼んでくれば済んだことだぜ。おい、動かないよなお前、動かないよな。やめろよ。セーブとチーズがある。いつかネズミが穴から出てチーズを食べる日が来るのだろうか。あなたは決意で満たされた。セーブする。おお、このチーズは随分と長いところにあったようだ。机にへばりついている。さようか。そしてここにネズミの穴があるね。チューチューと言っていますが。ほう、これ敵だよね。さあ、こういうブルザー。ズズズ。寝ているともう言ったかな。お化けは寝たふりをして声に出してずっと言い続けている。押しのける。いいえ、押しのけるしかないか。もう言ったかな。ずいぶんとやはり押しのけるしかないのか。すまないな、お化けを押しのけるぜ。やはり戦闘か。マップスタブルークがマスタマークスタブルナップスタブルークだ。ナップって寝るって意味だよね。ナップスタブル、調べる、脅す、励ます。あなたナップサブルグに辛抱強くエイミを作った。へ、励ましたら泣いたってことか。どういう歌がいいね。ナップサブル、少しだけ機嫌が良くなったようだ。励ます。あなたナップサブルにちょっとしたジョークをかました。へへ、あってね、今は本当にそんな気分じゃないんだ、ごめんなさい。励ます。ナップサブルの気分がさらに良くなっていくようだ。励ます。ナップサブルあんたに何か見せたがっているよ。やってみるね。了解した、やってみろナップサブルーク。おしゃれブルークってゲイなんです。おお、いいね、気に入ってくれたかな。もちろんだよナップサブルーク。ナップサブルーク感想を心待ちにしている。調べる、音です、励ます。うわ、ルインには誰もいないからよく来てたんだ。でも今日はいい人に出会えた。うん、そろそろ散歩に戻ろうかな。すぐにどくよ。じゃあな、ナップサブルーク。すごい、ボス戦に戦闘をしないで勝てた。迷ったのかい。スパイダーベイクセールは下に行ってみてよ。雲の雲による雲のためのお菓子をお楽しみください。了解した、そちらに行けばいいのか。下校下校。はあ、友達が話を全然聞いてくれないんだ。話しているとすぐに X キーでスキップするのさ。そうだよ、 X キーを押して。だけど君はちゃんと聞いてくれたね。どういたしまして。下校下校。
F4 押せばフルスクリーンになるらしい。でも F4 ってなんだろう。4匹のフロックかな。この部屋には多くても3匹しか見たことないな。これは並々ならぬ問題だな。ゲコ。そうですね、 F4 を押すと画面がちょっと出たりするんですけど、ゲコゲコ。君はとっても慈悲深いって聞いたよ人間。モンスターの名前が黄色くなっていれば見逃すって訂正できることはご存知だろう。そうなのか、知らなかったよ。これについてどう思う。すごく役に立つ。助かる。役に立たない。助かる。立たない。すごく助かる。役に立ってるんだね。覚えておいて。見逃すことで君に戦う気がないことを示すんだ。でもいつか名前が黄色くなくてもそうしないといけない時が来るかもしれないよ。そうなのか。プルル。前に掃除してから随分経っていることに気がついたな。こんなに早くお客さん来るなんて思わなくて。あちこちにいろんなものが散らかってると思うわ。拾ってもいいけれど必要ないものまで拾わないようにね。いつかあなたの大好きなものが見つかるかもしれないでしょ。その時のためにポケットを開けておかなきゃ。何それ、なんかちょっとすごいこと言ってたな。あの人モールズモーはすぐ見逃してくれるみたいだから、けどミゴスプが見逃してくれないね。話す。ミゴスプ、ぬめぬめ。知ったことか。お前ちょっと悪いやつか。悪いやつなんかお前。モールズモーは知ったことか。ダメだね。こいつはあれか、殺すしかないのか。メールシーでとりあえずカトミです。ちゃ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 飛んでくるのかお前。こいつはこの世界に何一つ舐めないようだ。ムゴスを調べる。アタックフォース。いかにも悪そうなやつだが、それはつるむ相手を間違えてるだけ。ちゃ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 踊ってるなあいつ。あれで何をすればいいんだ。話す。はいやー。辛抱強く話しかけるか。相変わらず何一つ悩みがないですね。はいやー。ダメだな。ここ触れるか。はいやー。ダメだな。やはりここはアクションで弱らせてやるってやつか。ミオスープ。ここに当てればいいっぽいな。腕を振ろうぜベイビー。ちょっと難しい。何する悩みがないようだ。ここでいいのか当てるの。こういうの好きだな。やっぱ一人が気楽だね。おいムグスープ、お前いい加減。あ、いけるっぽい。メルシー見逃す。あんたは勝利した。 0XP と2ゴールドを得た。あ、それでも経験値は入らないんで、やっぱ倒さないと。でもここ一瞬何かいたよね。一瞬何かいたって多分雲のあれだな。雲のベイクセール、売り上げはすべて本物の雲に割ります。スペース01。雲の巣に70億。いい。待って。いえ、雲の巣に18億。いえ、これどういうこと。はい、雲たちが灰を降りてきてドーナツをくれた。サンキュー雲。でも雲のドーナツってどうなの。HP回復。雲のドーナツ 12HP。 おお、雲の手作りリンゴ酒バター入り。なんか美味しそうじゃないそれ。ちょっと食べたいわ。ちょっと食べたいわ。経験値が手に入らないことに違和感があるんだけど、こんな感じでレベル1でクリアしちゃう感じ。いけるの。スイッチは1つしかない。ほう。当たり外れがあるってこと。どこに落ちてもいいのかな。バトルになったとちょうど。ベジェトイドが地面から出てきた。ベジェトイド。話す。食物が話せるわけないだろう。話してるじゃないかお前。話してるじゃないか。何をおっしゃる。ベジェトイドは優しく高らかに笑っている。優しく話す。植物が話せるわけないだろう。やっぱ話すのは合うかとか。なんかこのまま会話続けてるとちょっと変わるのかなと思ったんだが。ベジェトイドはあなたの健康を守っている。腹減った。あなたはお腹をポンと叩いた。ベジェトイドはヘルシーなご飯を持ってきてくれた。なんていいやつだ。緑の野菜を食べようね。了解した。お前いいやつだよな。はい、食べたよ緑の野菜。ベジェトイドはあなたの健康を守っている。見逃せるな。ベジェトイド、じゃあね。あなたは勝利した。 0XP と4ゴールドを手に入れた。落ちよう。さてスイッチはあれか。あ、左下になんかでもあるな。左下に何かあるっぽいのでちょっと左下見てみよう。ここだよな。これ、 お前久しぶりだな。穴に落ちちゃった。しばらく受けられないや。君一人で先に行ってて。あれ、ゴーストは飛べるから落ちるなんてことは。そうだったそうか、うん、それなら私はいいんだが。とりあえずここに落ちてこれを発動させればいいんだな。あ、よっと。
ただこちら側にもなんかあるっぽいので行ってみようか。メルシー、見逃す。腕を振ろうぜ、ベベ。お前、実はいいやつだよな。踊ってるだけだもんな、下の方で。見逃す。あなたは勝利した。はい。あいつ一人になると、途端に帰っちゃう感じだよね。これ何？こんにちは、ベジェトイドか？ベジェトイドは地面から出てきた。ベジェトイド、腹減った。ヘルシーなご飯を持ってきてくれた。サンキュー。緑の野菜を食べようね。喜んで。これで緑の野菜を食べると見逃してくれる感じなのかなと。ベジェトイド優しく高らかに笑っている。逃がしてはくれないか。やはり食べるしかないか。あなたはお腹のポンと抱いた。さーて、緑の野菜今回取れるか。取れた。おっと。ベジェトイド優しく高らかに笑っている。ゴールが溜まっていくぜ。素晴らしい。下の方にもベジェトイドがいたっぽいので、ちょっと一回降りよう。別に倒す理由ないんだけど。あ、違うね。色あせたリボンを見つけた。持ち物、色あせたリボン、これ。何？色あせたリボン、防具、ディフェンスさん、可愛くなればモンスターも恋の手を緩める。主人公女の子なのかな？使う。リボン装備した。絆創膏の防御力いくら？絆創膏、10HP 回復、何度か使用済み。ほほう。あれ、装備になってなかった、でも。状態確認。ディフェンス3と出てるな。レベルが上がってないもんな。ルークスが近づいてきた。ルークス、いじめない、いじめる、いじめない。やっと分かってくれた。そうか、お前、いいやつだったのか。でも攻撃するのはどうかな。ルークス、歯を鳴らしている。見逃すぜ。あなたは勝利した。0XP とゴールドを手に入れた。これ、敵ぶったたいて、ちょっとレベル上げた方がいいのかな。今のところ、別に負けてないからいいんだけど、おいおい一撃死とかしない？このままだと。何？向かいのドアは出口ではない。単純な視点の変換だ。ほほう。これ何？スイッチだ。押す？いえ。やたみやたらに押さない方がいい。なんか仕掛けがあるってことだろう。ルークスが近づいてきた。ルークス、いじめない。やっと分かってくれた。これで逃げてくれるはずなので、このままで行こう。はっ、つっ、ルークスはじっとあなたを見据えている。行けよ、ルークス。じゃあな。戦闘しなくてもいいんだったらこれでいいだろう。ここは出口ではないと出ていたが、うん、これが読めるなら青色のスイッチを押すべし。読めなかった場合は 青は押さない方がいいってこと。ベジェトイドのペアが地面から出てきた。つらい。腹が減ったよ、ベジェトイド。あなたお腹をポンと出た。ベジェトイドはヘルシーなご飯を持ってきてくれた。だと思ったよ。新鮮な朝の味、緑の野菜を食べなさい。もう一度ここ出てくる感じ？違うの？違うっぽいね。ベジェトイドはあなたの健康を守っている。見逃す。新鮮な朝のうち。緑は出てこないのかい？ベジェトイド、腹が減ったよ、ベジェトイド。さあご飯を持ってくるがいい。緑の野菜を食べようね。了解。緑の野菜来た。ふう、こんな戦闘したことがないぜ、 RPG で。こういうのでもいいね。とりあえず青のスイッチだよな。これスイッチっぽくないんだけど、押すか？もちろん。何も起こらなかった。どういうことだ。ルークス、いじめない。いじめないと入れてるのに、お前、なんか行為してくるのはどうかなと私は思うんだが。勝利した。とりあえずゴールド大量に出てるね。これ倒すと逆にゴールドもらえない感じ？押したよ。これが読めるなら、青色のスイッチを押すべし。押してるんだけどな。どういうことだろう。何か間違ってる。エルシー見ます。ちゃ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 。元気だろ、お前。見逃す。行けよ。青湯以外押すか。しょうがない。青色以外押すか。見逃す。腕を振るぜ、ベイベー。一人がいいんだね、こいつは。だね、何も起こらないね。何も起こらない。青色のスイッチってこれのことじゃなかったのか。落ちたぞ。で、こっから出てくると、謎だ。あ、ここの周りは全部アウト。なんだ、何を間違えている？
こ。あなたは気づいたって言ったけど全く気づいてなかったよ。なるほどな、それできなかったのか。今度はこれが読めるなら赤色のスイッチを押すべし。了解した。柱の後ろにないよな。ベージュトイドペアが襲いかかってきた。腹が減ったよベージュトイド、さあくれ。理想的な朝食に野菜は不可欠。さあベージュトイド見逃してるよ。産地直送、そのまま直送。産地が下がる時にあるね。痛い。お前俺の健康第一とか言ってるけど無理やり口にヘルシーなご飯を突っ込んできてる感じかな。あれダメージ入ってるってことは。緑の野菜を食べようね、了解した。緑じゃない野菜は何、腐ったやつを本当に持ってきてるのかな。主人公の口の中に無理やり野菜が放り込まれてるシーンが思い浮かばれるんだけど違うのだろうか。押す。カチリという音が鳴った。これ大丈夫なの俺。これが読めるなら緑色のスイッチを押すべし。了解した。スイッチだ、押す。カチリという音が聞こえた。これ緑だったのかな。ルークスとその仲間があなたをいじめに来た。何人か見逃せないな、見逃せないな。ルークス、いじめない。やっと分かってくれた。了解。俺たちに従うのだ。とんでもないことになってな、おい。ルークスは術を見つめてる。逃す。汚らわしい自立思考生命体め。待て、お前も自立で思考してないのか。ベジェトイド、腹減ったよ、ベジェトイド。あなたはポントの中でヘルシーなご飯を持ってきてくれた。了解した。気がし自立思考生命体め。落ち着けお前。おっと、あれよくダメージ入んなかったな。行けよベジトイド。やっぱ一人は気楽だね。あいついい顔になるよな、右のやつ。見逃す。あなたは勝利した。 0XP と11ゴールドを手に入れた。素晴らしい。ほう、なんだここは進んでいいのか。なんだこの日は。ああ思っていたより時間がかかったわ。あ、ここでなりますよ。ごめんなさい。どうやってここまで来たの。我が子よ、怪我はない。おお、よしよし、直してあげるわね。こんなに長い時間放っておくべきじゃなかったわ。こうやって驚かそうとするなんて無責任だったわね。もう隠しきれないわね。おいでなさい我が子よ。この木みたいな何、セーブポイントある。可愛らしい清楚なお湯を見つけて、あなたは決意で満たされた。セーブだ。という感じで今回一回終了したいと思います。あの牛のおばちゃんを追いかけるのは後にしよう。やっぱりこれで気になるのが、敵を倒さないと経験値が入らないってこと。大丈夫なのこのままレベル1でクリアできるの。なんかイベントが起こってレベル上がっちゃうのかな。気になるところだ。こうもしかしたらこのゲーム的にはレベル1でも進行できるかもだけど、心配にはなるよね。まあおいおい考えていくとしよう。戦闘しなくてもいいんだったらやはり戦闘しない方がいいですよね多分。そんな感じの優しい感じのゲームっぽいから、それでいけるなら OK。 でもやはりさっきほどみたいな、あれ花が出てきたら説得できないんじゃないのか。序盤に出てきたね。どうすんだろう。まあおいおい調べるとして、で今回はここまで。また次回でお会いしましょう。ホビドガでした。